こんにちは7月20日月曜日リビングライフの時間です今日私たちに与えられた聖書箇所はローマ人への手紙1章8節から17節テーマはパウロの使命私たちの使命今日も主の恵みと語りかけを共に受け取りましょう ローマ人への手紙一章8節から17節まずはじめに私はあなた方全てについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです私が巫子の福音を伝えつつ 心から使えてているる神がが証し,してくださることですが私は絶えずあなた方のことを思い祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています私があなた方に会いたいと切に望むのは 見たまのたまものをいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は、 他の異邦人たちの間で得たようにあなた方の間でもいくらかの身を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが今に至るまで妨げられてきました私はギリシア人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です福音には神の義が掲示されていて 信信仰仰にに始まり信仰に進まり進せるからです義人は信仰によって生きる」と書いてある通りです。パウロは自分の自己紹介とそして私とあなた方はこの恵みによって神様に救われた福井の中に生きることを 導かれたということをまず最初に述べそしてローマの人々に向けてのメッセージが始まります8節にまず初めに私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します 全世界で、あなた方の信仰が語り、伝えられているからです。幸せな伝道者だなと思います。もちろん私も。信徒の方々に。本当に感謝をし。神様に、そのことを。感謝しています。でも、すべてについて。と言われると。時々すべてじゃない時が正直。あります。 けれども本当に神様がお一人お一人を救いに導きこの場所に置いてくださっているということに目を止めるときに私もパウロと同じように「あなた方すべてのことについて神に感謝します」という思いになります。感謝の理由はもう一つあります。 全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからですローマ人や多くの異邦人にそのローマの人たちの信仰が伝わっているということは福音が拡大していっているということですそのことゆえにパウロはローマの人たちにまず感謝を 伸びますそして旧説からは「パウロのローマの人たちに会いたい!」という切実な思いが綴られています。今私たちもコロナで愛する兄弟姉妹に会うことができません。教会に行きたくて行きたくてしょうがない。 兄弟姉妹方に会いたくて会いたくてしょうがないそんな思いが私たちにも募りましただからこのパウロな切実にローマの人々にあなたたちに会いに行きたいという思いは今の私たちはすごくよくわかるのではないでしょうか。 もう彼のローマの人たちへの愛は本当に深いものでした。9節には私は絶えずあなた方の思い10節にも祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。 そして私があなた方に会いたいと切に望むのは御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです会いたい目的は御霊の賜物を分け与えたいこの福音をもっと教えたいではなくこの恵みをもっとシェアしたい それがパウロの思いでしたこの賜物はカリスマという言語ですけれども恵みに由来します賜物って言うと何かできることという思いがしますけれどもこれは御霊が与えてくださる恵みのことですそして私はあなた方に与えたい だけじゃなくってむしろというよりあなた方の間にあってあなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですここはパウロの謙遜を感じますあなた方から励ましを受けたいのだ 力づけられたいのだそれは何によって励ましい力づけられるかというと互いの信仰によってです。パウロと精霊との関係本当に精霊から受ける恵みそれをあなたと私の間でもそれをシェアしたい共に 受けている恵みを分かち合いたいそれがパウロの切なる願いでした先日あ,のある高齢の信徒の方々がわざわざ私のところにいらしてすいません何もできないんですけどっておっしゃいました私は思わずそんなことはないです あなたがこのように礼拝に励んで来てくださるその姿を見ることが私にとって励ましなんですだから何もできないとかおっしゃらないでください本当にお互いお互いがの存在が励ましであるということがこのコロナ以後礼拝が再開して皆さんと交わるときにそれを皆さん実感しているのではないでしょうかそしてその後は それが叶わない今の現状まだパウロは今私たちは再会している教会が多いですけれどもこの時点でのパウロはまだそれが叶っていませんですからその悔しさを語っていますそしてなぜそこまで私が思うのかその理由は私は負い目があるものなんだ本当に 罪深い罪人の頭であったものが救われたこの恵みを分かち合うことが私の負い目だからだでもこの負い目という言葉は重荷ではありませんすべての人にこれを伝えていくことそれが私がこの負い目を返すことなんだ十五節ですから私としては ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのですパウロの思いの強さを感じますそして私は福音を恥とはしません福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべての信じる人に救いをもたらす神の力です恥としません私たち日本人は 少派は恥ずかしいといとうなんか文化がありますですからクリスチャンになってからでも自分がクリスチャンであるということをカミングアウトするっていう表現を使ったりしますけれどもなかなかそのことを告白するのに時間がかかる人たちも多くいます。私ももかつてはそういういのでしたでもそれは神の力なんです。 大胆にその伝えるという使命を与えられたということを自覚してこの福音に自信を持って自分ではなく力があるんだということに自信を持って伝えていくお互いでありたいと思います私たちにも神様からの使命が与えられていますそのことを意識し,しながら信仰生活を 入院で行きたいと思いますあなたはどう思いますか十七節福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです 義人は信仰によって生きると書いてある通りです。義人とは正しい人という意味です。けれども、私たちが正しい。問また、あ、しいと認めていただいたという意味です。イエス様の十字架の父親によって罪許され、神様の前に立てる。ものと。 変えられたという意味で私たちは義人としていただきましたそしてその恵みによって私たちは信仰によって生きることを今許して本当にいただいていますこの信仰によって生きるということはこの神様の恵みを伝えるという使命に生きる とということです神様がパウロを救い使命を与えられたようにそしてパウロがそれを返さなければならない夫妻と思ったように私たちも同様です。そのことをしっかり受け止め感謝しこの恵みを私だけにとどめることなく「知らずにいてほしくありません」と という思いを持ってこの福音を愛するまだ主を知らない方々に伝えるものでありたいと願いますお祈りします愛する主よありがとうございます義人は信仰によって生きるとそのような人生に変えてくださったことをありがとうございますあなたの恵みを携えて日々 生きるものと本当に具体的にこの福音に生きこの使命に生きるものと変え続けてくださるようにお願いしますそして本当にあなたの恵みを伝えることが私たちの喜びとなりますように祝福し導いてください。感謝しイエス様の名前によってお祈りします。アーメン